こんにちは。テンパーアカデミー堀秀夫です。今日は FBA エクスポートは使わない方がいいというお知らせです。これですね、FBA の在庫を、アメリカ以外の人が買っても発送するサービス。これはもう、返品の時の送料がですね、出品者負担なんで使わない方がいいという話をしたんですけど、今度新たにマルチチャンネルでですね、マルチチャンネルでもアメリカ外に送るサービスができました。これも使わない方がいいです。新しくできてきてですね、なるほど便利だねと、使った方がいらっしゃいまして、いきなり荷物がなくなりました。ね、追跡がいつまで経っても動かないと思ったら、伝票がね、伝票できてるけど荷物ないよとか、わけのわかんない連絡で、で、2、3回問い合わせてみたら、なくしましたという返事が返ってきましたね。FBA マルチチャンネル、日本国内とかね、アメリカ国内に、送るなら、日本から日本国内に送る。アメリカからアメリカ国内に送る。これはいいんですけど、国をまたいだやり方はですね、どうもアマゾンの方でもうまく機能してないみたいで、使わない方がいいというのが結論です。アメリカ以外の国に売る場合は、日本からがっちりした梱包で送った方がいいです。またね、この件に関しては、eBay を組み合わせてやってる方、あるいはね、独自ショップを組み合わせてやってる方は、また、発送方法の、組み立てなんかを事前に相談してください。これ、マルチチャンネルをね、マルチチャンネルで安く送れるっていうのを元に、あるいは在庫をアメリカに置いとけっていうのを元に組み立てると、ちょっととんでもないことになりかねないんで、よくよく気をつけて、というか、よっぽどね、壊れにくくて安い商品以外は、FBA エクスポートには向かないなというのが判明しましたんで、注意しておきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。